レジナルド・アラン・ハドリンはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、プロデューサーである。BETのエンターテインメント部門の社長である。イリノイ州センタービルで生まれる。兄は映画監督、俳優、プロデューサーのワーリントン・ハドリンである。ハーバード大学在学中、ハドリンは短編映画、ハウスパーティを監督し、ブラックアメリカン映画協会賞などを受賞した。後にこの映画は、ハドリン自身の手によって長編化された。2005年から2008年までは、ブラックエンターテインメントテレビジョンのエンターテインメント部門の社長を務めていた。また同じく2005年から2008年まで、マーベルコミックのブラックパンサーの脚本を務めていた。担当したストーリーには、ストームとブラックパンサーの結婚を描いた、ブライド・オブ・ザ・パンサーなどがあった。2012年クリスマスには、プロデューサーとして参加したクエンティン・タランティーノ監督のジャンゴつながれざるものが公開され、第85回アカデミー賞作品賞にノミネートされた。ありがとうございます。